どうも、なおちんでーす。メタファーやっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、どんどん進んできまして、ただいまの総プレイ時間、35時間ほどとなってます。レベルは56の、日にちが9月29日、もう終盤に入ってきましたね。で、アーキタイプですけども、昨日ね、最上位色を取ることができました。まだ少ししか取ってないんですけども、ダークナイト、そしてパラディン、最上位色を取ることができてます。かなり強いですね。で、これ以上のものはないだろうと思ってたんですけども、なんと、さらに上がありました。さらに上があったんですよ。それがですね、これ、ロイヤルナイトです。ロイヤルなんとかってつくのが、最強の職業みたいですね。まだロイヤルナイトぐらいしか分かってなくって、あとはね、まだ分かってないんですよ。なので、とりあえず今日は、このロイヤルナイトにしてみようかなと思います。ロイヤルナイトになる条件ですけども、パラディンのレベルを20、ダークナイトのレベルを15、で、エレメンタルマスターを15、となってます。なかなかハードルは高いんですけども、ようやくなることができますね。なるほど。行きましょうか。興味深い。ロイヤルナイトは、これ、絶対強い。パラディンとダークナイトは、あのね、タンクとアタッカーみたいな感じだったんですよ。防御特化か攻撃特化。で、このロイヤルナイトは見た感じ、いいとこ取りだね。パラディンとダークナイトのいいとこ取り、そういうやつになるんではないでしょうか。身につけます。はい。で、ちょっとレベル上げますね。うん。あ、ランクか。ランクをちょっと20まで上げます。ロイヤルナイトがランクマスター、ランク20になりましたね。なかなか厳しいですね。最上位になると、やはり必要な経験値が多すぎて、かなり時間かかる。で、強さを見ていきましょう。まず名乗りだね。挑発持ってます。で、瞬間回復。これ良かったんだよね。異常状態が一ターンで治る。で、稲妻突き。中ダメージの雷属性。で、猛突進。もう本当にね、パラディンとダークナイトのいいとこ取りなんですよ。この4つ。で、オールガードだね。味方1人に、万能以外を無効化するバリア。いいよね。で、ハイブースターついてる。だから、継承スキルで、ブースターをつければいいんだ。多分あると思うんで、そうするとハイブースターとブースターで、攻撃力 50% アップか。おお、強いね、強いね。で、オールカウンターね。万能属性以外の反射 15% だけど、これはいい。で、これが、名乗りスキルを使用した時に、次のターン、プレスターンアイコンが、プラス1になる。素晴らしい。素晴らしい。ちょっとこれ、継承させて、使っていきましょうか。いやー、あるよね、あるよね。あ、あるあるある、ブースターある。まあ、2万でちょっと高めではあるんですけども、もちろんよ、ブースターは入れます。で、カウンターはさ、このパーセンテージは、重複しませんよね。確かカウンター系は、メガテンでもペルソナでも、重複しなかった気がするんですけども、どうだろうね。まあ、あとはなんか見切りとかそういうのを入れていけばいいのか。あ、完全無欠強かったね。完全無欠強かった。うん、ダークナイトのスキル、うん、完全無欠、まあ、全捨てが上がるってやつ、これは絶対いる。で、あとは何にするかだよね。攻撃系を入れた方がいいのかな。いや、でも攻撃系は猛突進がついてるから、
それで結構十分かなと思うんですけどね。あ、そうか。そうか、そうか、そうか、そうか。で、魔法使ってもそんなに多分ダメージは入らないか。なかなか悩みますね。あ、そうか。回復系入れるっていうのもいいんだ。そう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 。応急処置とか入れて、回復できるようにしてあげてもいいかもしんないね。あと、カジャ系入れて、支援をできるようにする。あ、そうか。パラディンのこれね。防御3段階上がる。あ、これも、捨てがたいな。いや、ボス戦ではなんかね、これ、いい気がするのよ。パラディンのこの騎士の防衛は。となると、あと一つを何にするか。落下じゃ入れるか。回復もまあ欲しいけども、それはヒーラーに任せていいかな。カジャ入れようか。いいか。なんか、強敵と戦うときには必要になりそうな気がするので、まあこれでいきましょう。凸ブースターと完全無欠。で、騎士の防衛と、マハラカクジャですね。これでやっていきましょう。では実際、戦ってみますね。では、行きましょうか。まあまあ、とりあえず普通に進めていきますね。どうしよう。あ、まあまあ、飛ばそう、飛ばそう。大丈夫、やれるよ。素早さは相変わらず遅いです。素早さは遅い。素早さ上がんないんだよな。頼むよ。でもって、人体勢は、これですね、アルティメットガード100使います。 MP100 とんでもなく使うんですけども、全体に万能属性以外の攻撃を1回無効化するバリア全体だからね。なので、使いようはかなりあるかなと思います。これ万能も無効化してくれればよかったんですけども、万能は食らうんだね。そこはちょっと残念ではあるんですけども、でも100か。100。あ、これ MP 消費を半分にするスキルがあったような気がする。装備とかなんか。ちょっと、うろ覚えではあるけど、なんかそんなのがあった気はしますね。OKOK。おー、いっぱいあるな。いっぱいあるな。で、ブースター2つつけてるので、もちろん強いでしょう。はい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 、めちゃくちゃ強い。こいつらは別にいいのよ。今日はロイヤルナイトを見たいので、こいつらは別にいいんだ。 OK。 さすがの効率だな。いや、しかし最上位色のさらに上があるなんてね、これは考えてなかった。みんな無事、英霊の力。あとはもう一緒だもんね。パラディンとダークナイトの一緒。ダメだ。弾かれた。でもね、これ全キャラにあるから、ちょっとそれを探しながらやっていかないといけないので、これからね、結構経験値がたくさん必要になってくるね。これとんでもないぐらい必要になってくるので、これはちょっとレベル上げ、こういうのをちょっと考えながらやっていかないといけませんね。さあ、はい、ということで今日はですね、最上位色のさらに上、ロイヤルナイトを解放しましたので使ってみました。全キャラに、最上位色のもう一つ上っていうのが
ありまして、まあ今のところヒルケンベルグしか分かっておりません。ロイヤルナイトですね。ロイヤルナイトに転職する条件ですけども、まずパラディンをレベル20で、ダークナイトをレベル15で、そしてエレメンタルマスターを、15です。なかなか、ハードルは高いんですけども、むちゃくちゃ強いので、ぜひロイヤルナイト目指してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。